水あれさ、ちょっと持って。よいしょ、ごめんね、ぐいちゃん。よいしょっと。よいしょ。よいしょ。おりこおりこ。取り上げちゃうよ。頼む。えらいね。右寄りの姿勢を高めて、よいしょ。ごめんね。まだあるんで、まだ。ちょっと頑張って。おしつねも行く。はい。でから、レンタルケアと。はい。せーの、ほい。頑張りまいちゃう。もうちょっと持ち上げてみよう。はい。頑張って。偉いね。痛くないです。あのね、この間ね、フェレットでさ、インスリノーマだった子が、インスリノーマで知ってます、膵臓の腫瘍で、フェレット多いんですよ。でそれになると吐いたり下痢したり、ひどくなると低血糖を起こして痙攣起きてきたりする病気がありまして、犬とこんなことだったらめちゃくちゃ珍しいんだけど、フェレットこうさらにあるんです。でそういう子がいてコントロールできたんですよ。だから今度リンパしてます。その逆もあり。だからでインスリノーマになっちゃうとやっぱ食べが悪い、最初はやっぱ食べが悪くなってくる。だからでも治療はね、実は言うとリンパ腫とほぼほぼ一緒でステロイド使ってるんです。だから調子がいい時に今ステロイドの量下がってきてるじゃないですか。もう下がって最低量で今維持されてるから、使ってればインスリノーマも出にくいと思うんですけど、あとちょっと、それからあとあの副腎の腫瘍、まあ、それになるとさ、お水飲むのが増えました。ステロイド多い時も増えましたよね、飲んで最初の頃、うん、で増えてきますが、それでおしっこの回数がもう量も多いし、回数もやったら10回以上するようになってますね。えらいね。まだ歯磨きがあるね。ごめんね。こっちは右にあります。上手。シュッシュするよ、ごめんね。はい、もう大丈夫。で、こう、寄生虫薬ね、レボリューション。
左で飲み込んだ回転、消化管内寄生虫を予防する薬、セラミクチンですね。これをごめん。みーちゃん、美味しいやつよ。そうそうそう。はい、これなんとおしまいだから、もうしないよ。もういいか。はい、じゃあ終わりです。家に着いちゃったね、ちょっと。よし、頑張った。はい、じゃあまた薬2週間ね、お出しますね。はい。はい。電池で注射するのって、まだはまだですね。あ、10月4、はい、だからまあ9月、10月ぐらい、10月ぐらいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。無事なさってください。